嬉しいでしょ、ヒロからパルムもらって。新味だよそれ、ミックスベリーチョコレート、嬉しいね。24歳、ニッシッシおめでとう、嬉しいね。ずっと食べたかったんだもんね、サンプレチョコがいいって言ってたもんね。チョコが好きなんだもんね、チョコのやつがいいって言ってたもんね、ずっとね、嬉しいね。18日はさくらさんのお誕生日です、おめでとうございます。ちょっと待ってください、ね、今ドッキリというかサプライズで、こちらですね、今お金がないからプレゼントはあのパルムだけって言って渡したんですけど、実はもう一個チョコがあるよって。こちらですね、こちらのチョコをあげつつ、この中に本当にさくらさんが一番欲しいって言ってたお財布、なんかお財布こちらのお財布ガチのねプレゼントを入れたらどんな反応をするのか見ていきます。おんおん、見せ返しないとね、ちょっとえいこんなもの、なんかここを開けて、あ、やば、これは失敗じゃん。失敗だ。やば。全然入んないじゃん。ちょっと待って、これ、失敗だな。こっちに入れるか。あ、やばい、これ、こんなビリビリになっちゃう。まあ、いっか。ちょっと。え、こんなことってある？マジか。早速持っていこうと思います。シーだよ、みんな静かにね、静かに行くよ、よし。てんてれんてんてんてん、ハッピーバースデートゥーハッピーバースデートゥーユーハッピーバースデーディアさーちゃん、ハッピーバースデートゥー、おめでとまきん。はい、あなたチョコ好きって言ったから、タンプレ、タンちゃんからのタンプレはパピコとパルムか、パルムとこのすごい糖類ゼロ、砂糖ゼロ。はい、開けてみて、開けてみてほしいの、開けてみてほしい。じゃあこれすごく高いチョコなの、お願い。あ、じゃあもう食べなくていいから見るだけ開けてみてほしい。開けてみてね、そこをなんとかね。じゃあ開けてみるだけ、開けて一回開けてみて、じゃあ開けたら終わりでいいから、早く開けて、早く開けて。いいから、開けていいの、開けて。あ、ほら、いっぱいチョコ入ってるね。嬉しいね。あ、あれ？お財布入ってる。あ、お財布入ってる。お財布入ってる。あれ？なんで袋なかった？あ、かわいい。かわいいね。かわいいね。嬉しいでしょ？うん。嬉しい。嬉しいね。嬉しいね。嬉しいね。お財布入ってて嬉しいね。それはいらないよ。なんで？もっと喜んで。本当に。嬉しいね。あ、新しいお財布にしたから、いっぱいタンちゃんにお金貸せるね。嬉しいね。
もっとお姉ちゃんにお金を貸してあげたい。嬉しいね。なんでだよ。かわいいね。かわいいからいっぱい出したくなるお財布だね、これはね。出たくない。お財布出したくなっちゃうね、こんなかわいいお財布。かわいいね。ね、色かわいいでしょ、うん、黄色とピンクなの。うん、こっち黄色。そう、かわいいでしょ。かわいいでしょ。ありがとう。嬉しいね。うん、入れ替えてんの、さあちゃん。え、何万あるのこれ。お財布に。何万入ってんの。え ?5 万入ってない、うん、あんたいつもそんなに入れてんの、うん、なんで5万あ入れてる方が事件性あるよ。なんで取られたらおしまいじゃん。取られんの、取られるさ。だって何があるか分かんないよ、人生。5万も入れてんの、うん、え、何してんの、社長。え、これ紐もセットでデザインなんじゃないの、このデザインの財布は。あ、プチッと。というわけで、たーちゃんはすんごい大喜びをしていました。さっきまで喜びの舞をね、待ってたもんね。せーの、嬉しい嬉しい嬉しなリンゴ。はい、 See you Happy birthday。 嬉しいね。なんでよ、祝ってあげたじゃん、祝ってあげたじゃん。なんで、どこ行くの。あ、ゴミ出してくれるんだ、ありがとうさん。たんちゃんにらめっこ始まるよ。さん、はい、チューチュー、しめさばひらめ、スイーツワン、チュー。たんちゃんと同じ顔ができたお友達は、今日のご飯は中華。